誰のお墓なんだ。昔父上が守ろうとした人だ。大事な人だったのか。奴隷だったんだ。主の元から逃げてきて行き倒れていたところを父上が助けたんだ。主と交渉して羊八頭と交換したらしい。羊八頭と？お前のお人よしは親父譲りだな。寒い。夜はまた一段と寒さが答えるな。先戻ってるぜ、トルフィン。ねえ、ここからも逃げたい人はどこに行くの？もう分かってるんだろ。海の向こうにヴィンランドという名の土地がある。そこは暖かく豊かで、奴隷商人の戦の炎も届かぬ遠い地だ。